ものすごき人食い花の会。国枝史郎。1。バルビューさんの亡霊が市中へ出るという噂が誰からともなく言い出された。奇怪極まるこの評判がスペイン中に広がった頃、一人の優れた心霊学者がマドリッド市長の依頼によってマドリッド市へ研究に来た。市長、警視総監、新聞記者、刑事や巡査に案内されて、心霊学者のフィリッポ氏が真っ先に訪れた土地というのは、バルビューさんの幽霊がまだこの浮世に生きていた頃、そのお父さんのコックニー博士と一緒に工場を経営していたカンタブリアという小村であって、市から半マイルほど隔った寂しい陰気な土地であった。剥げた高架を後ろに背負って古びた工場が立っていた。工場の持ち主のコックニー博士が行方不明になってからまだ三月しか経っていないのに、工場はすでに廃屋同然、恐ろしいほどに荒れていた。工場に沿って立っているのは、博士と家政婦とバリュビュー氏とが明け暮れ住んでいた母屋であったが、窓も玄関も蜘蛛の巣だらけで、人の住みかとも思われない。見るものことごとく荒れ果てた中に、ただ一つだけ栄えているのは、母屋や工場を異形して立派に作られた花園だけで、檻から秋の日を浴びて、あらゆる薬草毒草の花が虹のように三千と輝いている。心霊学者のフィリッポ氏は、つくづく花園を眺めていたが、勘に耐えたようにつぶやいた。さすがは世界の学会に植物学の大家として名声を博したほどあって、コックニー博士の花園には無駄の草花は一本もない。みんな珍しい草ばかりだ。どうやらそこを去りかねたようにフィリッポ博士は佇んだまま、なおも花園を見回した。そうして花の匂いを嗅ぐかのように幾度も深呼吸をした後で、やっと花園を後ろにして工場の中へ入ったのであった。工場の中も荒れていて、うず高く塵が積もっていたが、うち見たところ、すべての機械はおのおのその位置にあるらしかった。どうぞお静かに願います。博士はみんなを顧みて、穏やかな調子でこう言ってから、自分も固く口をつぐんで、場内の一ところに佇んだ。博士は、その目をかすかに閉じて、小首を横へ傾けた。誰もかも、みんな黙っている。あたりは死んだように静かである。博士の様子を見ていると、この絶対の静けさの中から、何かを聞こうとしているらしい。しかし、静けさは静けさばかりで、他の何事をも語らない。少なくも、市長や警視総監や新聞記者や刑事などには、何事をも語らないように思われた。とはいえ、学会のオーソリティの心霊学者のフィリッポ氏にだけは、何事をか語っているようにも思われた。博士は突然こう言った。もしこれができることでございましたら、工場の機械を運転して様子を見たいと思いますが。できるどころではございません。すぐにも運転させましょう。それが必要だとおっしゃるなら。警視総監がこう言った。絶対に必要でございます。それでは、町から技師を呼んで運転させることにいたしましょう。こう言った。たのは市長である。それから間もなく工場内のすべての機械が動き出した。その騒がしい運転の音に博士はまたも耳傾け、微動もせずに聞き入った。次第に緊張する博士の顔、それを凝視する人々の顔、そのまま鋼鉄の車輪や歯車はものすごいうなりをブンブン上げて、その運転を続けていた。
と突然、鋭い声が、誰かに向かって呼びかける声が、博士の口から叫ばれた。コックニー博士、コックニー博士、あなたは、学会の英雄です。そうです。確かに英雄です。しかし、あなたの行ったことは、人情的とは言われません。あなたはあなたの障害物をますます美しく追い立たせるために、恐ろしい非道を実行し、あなた自身をも、そのもののために犠牲にしたではありませんか。あなたは、科学界の王者です。しかし、あなたは殺人鬼です。2. 理学界の権威、植物学の大家として、世界にその名を響かせていた理学博士のコックニー氏がアフリカ大陸の探検を終えて自分の故郷のカンタブリア村へ自分の息子のバルビューと一緒に永住の覚悟で移転してきたのは今からちょうど2年前のエニシダの咲く春であった。60を過ごした老博士はよく科学者に見るような霊言透徹した人格者で人生に対する考えなどには多少冷酷の点があったが、その代わり自分の研究については驚くばかり熱心で、どのような人でもその点に関しては非難を加えることができなかった。博士が故郷に帰ってきたのは老後を養うためではなくて、かえって活躍するためであった。それは博士が帰郷するや否や、広大な辞書を買い入れて、そこへ工場を建築して、香水製造の大事業を開始したことによって証拠立てられた。博士は日頃のうんちくを傾け、香水製造に熱中した。博士の作る香水は植物性の香水で、それの持っている方向はほとんど世界無比であった。自然、香水の需要を増し、工場はだんだん流星になった。工場は流星になったけれど、マドリッド市中はその代わり、よんどころない恐怖に包まれて、次第に人心が険しくなって、夜も10時を過ごした頃には、目抜きの町の AE 街を抑え、人っ子一人通らないようになった。女と言わず、男と言わず、老人であれ、子供であれ、人間と名のつく生き物は、姿の見えない人さらいを妖怪のようにおじ恐れた。そして全く不心得にも、その人さらいの怪事件とコックニー博士の行動とを連絡させて考えて、人格の優れた博士に対し疑惑の目を注ぐようになった。怪事件というのは他でもない。マドリッド市民が幾人となく何者にかさらわれでもするように市中から姿を隠すことであった。そしてそのまま永久に家へ帰ってこないことであった。多くの場合、それらの人はその時ほとんど言い合わせたようにコックニー博士がその工場かないしは博士が研究のために母屋や工場を包囲して作り設けた火炎家をきっと訪問しておった。訪問したまま、それらの人は永久に姿を失うのであった。しかも、事件はそればかりでなくて、姿の見えない人さらいのその恐ろしい血だらけの手は、カンタブリア村からマドリッドへまで人の知らない間に伸びていた。市民がそれを知った頃には、男女取り混ぜ、数人の者が死から姿を失っていた。誰が一体、それらの人をマドリッド市内から取り去ったのか。市民たちは一斉にこう叫んだが、答えは、どこからも来なかった。そのように答えは来なかったけれど、市民たちは、心では、その犯人を博士であろうと疑った。しかし疑いは疑いにとどまって一つも証拠が上がらなかったので、それに博士は何と言っても世界有数の大学者でもあるし、輪廻大勝杯の受領者であって、
人格にも欠点がなかったので、警視庁の方でも博士に向かって手を下すことはできなかった。博士に対するこういう非難は、コックニー博士その人にとっては極めて迷惑であったかもしれない。それは迷惑であったはずだ。しかも博士の迷惑は名誉上だけにとどまらず、営業の方へも影響した。というのは、博士の香水工場に使用されている職工たちが博士を恐れて次第次第に工場を立ち去ってゆくからであった。職工の恐れるのも無理はない。彼らの同僚の幾人かが、やはり行方が不明になって、そのまま姿を現さないことが数回ならずあったのだから。とにかくこうして、博士の工場はいつともなしに寂しくなって、そしてしまいには工場の中に一人の職工もいないようになった。もろもろの機械の運転は止まり、香りの鋭い香水の液も上後から一滴も出ないようになった。事業は不振というよりもほとんど敗滅に近かった。この敗滅を悲しんだ者は博士の一人子のバルビューで、ある夜、バルビューは博士の書斎で博士と鋭く言い合った。お父さん、あなたは町の人たちからヴァンパイアだと言われているのですよ。それを恐れて職工たちは工場を見捨てていったのです。それなのに、あなたはその濡れ衣を少しも干そうとはなさらない。それが私には不可解です。そうです。私には不可解です。それに答える博士の言葉は大変冷静でそっけなくて、書斎の外に立ち聞きしていた老木の耳には聞こえなかった。老木の耳へ聞こえるのは、ますます、たけり立つバルビューの声だけで、やがてその声は呪いとなり、また、激しいドバともなった。その時初めて、博士の声が、はっきり老木へ聞こえてきた。黙れ、青二歳目。黙りおろう。いつまでもつべこべ抜かすなら、貴様も生き地獄へ突き落として、あれの餌食にしてしまうぞ。博士の声が消えた後は、書斎の中はしんとなって、つぶやき一つ聞こえなくなった。やがて老木は足音を忍んで、書斎の前を立ち去ったが、その晩を限りに、バルビューの姿は永久世間から失われた。そして間もなく、マドリッド市中へ、そのバルビューの亡霊が、夜な夜な現れて出るようになった。その亡霊は、首を垂れ、指で地面を指さして、いかにも悲しそうな表情をして、市中をさまよい歩くのであった。こうなっては、寛大の警視庁も打ち捨てておくことはできなかった。コックニー博士の召喚が、部内の人々によって犠牲られた。しかし、せっかくのその相談も実行の運びに至らないうちに、当の肝心のコックニー博士の行方が過然不明になった。そしてそれから三月経った今日、心霊学者のフィリッポ博士がこの地に訪れてきたのであった。3. フィリッポ博士は工場を出た。工場も母屋も一切のものを破壊しなければなりませんな。秘密は地下にあるのですから、屋敷を掘らなければなりません。美しい秘密、学会の秘密、それが花咲いておりましょう。博士は人々にこう言った。再び自動車は町へ飛ばされ、大勢の妊婦が運ばれてきた。それらの妊婦の手によって秘密を包んだ工場も花園も母屋も破壊された。そして屋敷は掘り下げられた。最初に地下から現れたのは一丁紙面のガラスである。ガラスを砕くとその下から一丁四方を占領した広大な
花園が現れてきた。その花園の美しさ、その花園のものすごさ。そこにはたった三本だけの巨大な花が咲いている。生地を塗ったようなシンクの花弁は五寸の厚さを持っている。花弁の内側には白金のように輝く新毛が生え茂り、めしべの太さは一抱えもあって、それを取り巻く黄金のおしべは海軍士官の肩章のようによじりもつれて茂っている。花の直径は三間もあろうか。ことごとく、花は上を向いて獲物を待っている。上ばみがその口をカッと開いたように、花弁を広く押し開いて、空の日の光を吸っている様は、花というよりも、妖怪である。アフリカ産の虫取りスミレと、アフリカ産の猛仙ゴケとを、コックニー博士の手腕をもって掛け合わせてできたのが、この花だ。博士はこの花の成長に両親までも打ち込んだのだ。この素晴らしい怪物は、花の形をした猛獣だ。この怪物は、血の出るような生肉を一番食いたがる。嘘だと思うなら、この花の中へ誰か飛び込んでみるがよい。フィリッポ博士は、憂鬱の声でこうものすごく叫んだが、もちろん、誰も花の中へ飛び込もうとはしなかった。その時、一人の若い妊婦が何と思ったか列から離れて村の方へ一散に走っていった。そして再び帰った時には、子牛ほどもある野犬の首へ荒縄をつけて引いてきた。人間の代わりにさ、犬だ！叫ぶと一緒にその妊婦は犬を地の底へ蹴落とした。キャンと一声鳴く間もなく、もんどり打って、その犬は一つの花の上へ落ち込んだ。その瞬間に想像もつかない残酷の奇跡が、地底の花園で監視のうちに行われた。というのは、他でもない。犬が花の上へ落ちると一緒に、上を向いていた花の弁がたちまち一度に向きを変え、逃げようともがく犬を包んで、くるくると中へ巻き込んだのである。犬の姿はもう見えない。花弁は犬を抱き込んだまま、いつまでも、いつまでも閉じている。五分、十分、十五分。博士をはじめ、誰もかも、花の働きを見守ったまま、固唾を飲んで立っていた。十五分。16分、20分。その時花は痙攣しながら静かに静かに運動を始め、花弁が徐々にほぐれてきた。そして再び前のようにシンクの花弁を上に向けて、毒々しく花を開いた時には、子牛ほどもあった野犬の姿は、もはやどこにも見られなかった。完全に、消化されてしまったらしい。市長官邸の客室に市長をはじめ、警視総監や多数の記者に引用されて、心霊学者のフィリッポ氏が憂いに沈みながら腰掛けていた。そしてみんなの凝うままに昨日の事件の説明をした。今度の私の発見は、私の専攻の心霊学とは、ほとんど、没交渉でありました。私は私の常識によって事件の解決をしたのでした。最初、花園まで行ったとき、もろもろの草花の香りに混じって、アンモニアの匂いがいたしました。そうして、アンモニアのその匂いは、人体分解の結果として分泌されたものであって、薬種屋で売っているアンモニアと違うということを知りましたので、それに関連して、すぐ私は工場のどこかでたくさんの人が分解されたことを認めました。第二に、私の知ったことは、工場の下か、母屋の下かに、大地下室があるに違いないと、こういうことでございます。
どうしてそれを知ったかというに、機械を運転させたとき、一通りならぬ反響があたりの空気を震わせたからで、あれだけの工場のあれだけの機械では、どのように運転を激しく行っても、あんな反響は起こらない。それが起こるというからには起こるだけの理由がなければならぬ。どこかに地下室でも作られてあったら、その地下室へ反響して、あのくらいの音は起こるだろう。それ以外には理由がないと、このように確信したからでした。そして不幸にも、その確信は事実であったのでございます。それにしても、博士は自分の息子のバルビューまでも、あの怪物の餌食にしたものでございましょうか？そうです。と、フィリッポ氏は市長に向かい、科学者にとっては自分の子より研究材料を愛します。コックニー博士本人は一体どこへ行ったのでしょう？警視総監はこう聞いた。コックニー博士は自分をも捨てて花に食わせたのでございますよ。優れた科学者は自分の身よりも研究材料を愛します。ところで、と総監はむやみに息を弾ませて、あの恐ろしい花の名は全体何というのです？まだ学名などはありません。どうしてもつけるとおっしゃるなら、コックニーシバナとでもつけましょうか。もう一つ疑問がございますが、新聞記者がこう言った。マドリッド市中へ現れたところのバリビュー氏の亡霊は、ノーと、博士は苦笑しながら記者の愚問を遮った。亡霊などと名付けるものはこの人生にはありません。断じてありません。それは単なる神経です。マドリッド市民の神経です。新聞記者は赤面して、そのまま後ろへ引き下がった。おお、妖怪花。妖怪花。人間を食った妖怪花。その妖怪花はどうしたろう。妖怪花はどうもしない。そのままそこで枯れたのである。その後誰もがその花のために餌食になろうとするものがないので、自然に花は枯れたのである。